急勾配を土壌改良したこと、モーゼル側近くにある影響が、このドイツワインのテロワールである、カナリア諸島ランサローテ島の火山歴で覆われた、強度で育てられるワイン用、マルバジアブドウ。低い半円の壁は常に吹く、乾いた風からブドウを守るためのものテロワールとは、もともとは土地を意味するフランス語テールから派生した言葉で、ワイン、コーヒー、茶などの品種における、 生育地の地理、地政、気候による特徴を指す語である。同じ地域の農地は土壌、気候、地形、農業技術が共通するため、作物にその土地特有の性格を与える。日本語ではテロワールとカタカナ転写してそのまま用いられているが、その作物における生育環境、産地特性とでも言うことができる。英語ではフランス語起源の外来語であるためしばしば、 イタリック体で書かれる。何世紀にもわたって、フランスのワインメーカーは、異なる地域のブドウ園、または同じブドウ園の異なる、区画のワインの違いを観察し、作る場所の独特の環境を示す用語として、テロアールの概念を形成していった。このような考えは、古くからあり、古代ギリシャ人も作られた地域を、スタンプアンフォラで差別化することが行われていた。 何世紀にもわたってベネディクト海都市東海の学識と経験を持った人々がブルゴーニュ地方の多くのブドウを栽培している。このような広大な土地を保有する修道士たちは様々な土地が及ぼす生産されたワインへの影響を観察することが可能であった。伝説によれば修道士は土を味見することまでした。長い年月をかけたそれらの研究の結果、 テロワールの概念が確立した。ワインの専門家による正確な定義づけ話されていないが人間の制御を超えた自然の要素について特に気にしている。テロワールの要素としてよく記述されるものとしては、が挙げられる。ありがとうございます。